ですね、2018年2月、をめどにですね、800店舗の展開というのを進めています。その中で、さまざまなですね、専門、セガで、店舗を増やしております。ガリバーミニクルというのがこちら軽自動車の専門になってます。特に軽の、未使用車と言われるような、お車を、扱っています。そしてあとスナップハウスがこちらミニバン、ヤングファミリーをターゲットにした、ミニバン専門店と、ガリバーでは初めて専門店を2つ、掛け合わせたお店という形でこのミニクルと、スナップハウス、ミニバン専門店というところが、このエリア、ヤングファミリーが多いこのエリアに、最もマッチしているではないかという形でこの2つを掛け合わせたお店にしています。展示台数に関しては、こちら、今は準備その最中ではあるんですが、軽自動車、約130台、ミニバン70台合わせて200台と、いう形で、計画として進めています。店内にですね、時間貸しの有料カフェスペースというのを、設けさせていただいて、1号店目の東川口ではですね、月に大体300組ぐらいの、カフェ来場、カフェだけの来場があったりと、して、ちょっと車屋さんでは今までなかったような、サービスというのを、展開してます。で、こちらがですね、キッズルームになってまして、実際お子様向けにしてますんで、ここはちょっと広々とゆったりとした場所に、設定させてもらいました。いろんなチャンネルある中でも、キッズルームにこんなに、力入れてるのは多分このスナップハウスの特徴かなというような感じです。その在庫台数に関しては、毎日新鮮な豊富な在庫が入ってくるというのは自分たちの強みでもあります。はい、もしこのお店に在庫がなかったとしても、ガリバー画像で販売してるっていうのが元々のシステムになってますので、毎日数多くの在庫が入庫して、画像の中ではもう何万台という在庫があるので、そこからご提案はさせていただけるようなシステムとなってますので、そこは自信を持って、進めさせてもらってます。私も本当に子供がいるので、奥さんと子供に優しいお店で、気軽に来てもらうお店作りを目指してやってますので、そこはこう、お客さんに来てもらったときに、いいお店だなって思ってもらえるように、地域密着でやっていきたいと思います。